三条八万神社境内から見た鳥一図三条八万神社は兵庫県足足市三条町にある神社で、八幡田大臣、第三席大臣、五福島姫美美大臣を祭神とする。例祭は10月15日に行われる。元禄五年の寺社改め町に何百年も以前から村中巡る持ちの支配であったと記されている。江戸時代には、 足屋市域にあった山条村の指導的役割を果たしていた。明治6年8月に孫社に、枯列。明治40年8月31日、山の上社、五福島神社を合衆、同年9月に、本殿、拝殿を改築、石鳥居などを新造した。本殿は、河原武器切妻造りである。境内にある長図鉢は、徳川大阪城登録交際石場に関連する。 もので、側面には、日向佐渡原わ藩藩主の島津忠之が用いたとされる、刻印が彫られている。蝶津地上部には、酒月城穴と呼ばれる、民間信仰による人工的なくぼみが多数見られる。神社には、数百年を経た、巨末三本があったが、昭和16年ごろ越しした。昭和17年8月、社務所新築。境内には、西山町の死を、 通り山法恩寺跡にあった国の指定天然記念物、六甲黒金餅、昭和33年古しの石氷が移設され、同地にあった餅の孫木も植樹されている。三条町161番地から、境界石氷、樹勢東山ヶ崎寮、西山ヶ崎寮た両入組が境内に移設された。現地には解説版が立てられている。ありがとうございます。